では教科書139ページ電気泳動について説明しましょう。電気泳動っていうのは、例えば、ね、どんな長さの DNA 断片がある溶液中にあるかな、ね、例えば、制限酵素で2箇所切ったはずだけど、ね、制限酵素っていうのは DNA の鎖を切断する、ね、2本差を切断する酵素ですね。制限酵素で2箇所切ったけど本当に切れたかな、ちゃんと3種類の長さになっているかな、なんて時にさっと、ね、電気泳動をかけるとすぐ分かるっていう実験法です。でもうね、今回は説明ですからネタバレとして、短い DNA の鎖、ね、中途半端な DNA の鎖、長い DNA の鎖がもうすでにあることをもうネタバレしちゃいますけど、ね、実験してる人は分かんないとしましょうか。3種類の DNA が入った溶液、ね、実験してる人は、ね、どんな長さがあるか分かんないけど、そんな溶液をね、どうするかっていうと、みんなもしかしたら顕微鏡で見れば、ね、長さが分かりますよっていうかもしれないけど、顕微鏡で見るには DNA は小さすぎるのね。どうするかっていうと、明るすぎる、寒天、ね、寒天の中にこの溶液を、ね、ぶち込むんですね。寒天ってみんなね、つるんとしててなんだかあんまりイメージないかもしれないけど、寒天っていうのはミクロな目で見たらものすごく入り組んだ網のような構造をしているんです。網、みんなが障害物競争で通る網、ね、ここに、どんな長さの DNA があるか分からないような溶液を、流し込んであげると、一番長い DNA はもう全然網の中をかいくぐれなくてあんまり進めない、一番短い DNA はちっちゃいから網の中をささささっと進んでしまってすごく進める、中途半端な DNA は、あんまり進めないというふうに、こんなふうに、3つのバンド、今 DNA がここにいますよという種子をバンドっていうけど、3つのバンドができるんですね。これで、ああなるほど、短いやつ、中途半端なやつ、短いやつ、中途半端なやつ、長いやつがあるんだなって、ね、これを見れば分かるっていう、それが電気泳動っていう実験です。ちょっと、詳しく言うと、ね、別にこれ DNA ってさ、別にほらこっちから入って向こうへ行けなんて命令したって向こうに行かないわけです、ね、どうするかっていうと、 DNA が負に、ね、リン酸の部分が負に帯電していることを利用して、ゲルは、机の上に置くんじゃなくて、プールみたいなね、映像素っていうけどプールみたいな溶液の中にポチャンと入れるんですね。そして電気コンセントを挿してプラスとマイナスの電荷を持たせるんです。こっちがプラスですね、こっちがマイナス。でそれで DNA のはい、DNA が入った溶液をこっちからね、チューって注入すると、マイナスに電荷を持った DNA ですから、プラスを目指してね、if 号を目指して、プラスを目指して、わーっと進んでいくんです。ね。一番進みやすいやつ、進みにくいやつ、そして中途半端なやつって。こんな風に3本のバンドが見られたら、ああ、なるほど、ね。短いやつ、長いやつ、中途半端なやつがある、中途半端なやつが、ね、あるんだなって、わかるわけですね。で、例えばね、こういう風に制限酵素で、切るような実験だとしたら、あ、ちゃんと1、2、3種類あるな、ね、制限酵素で切る実験は成功しているな、じゃあ次のステップへ行こうなんていうふうに使うことができます。これが139ページに書かれている、電気泳動法の、原理です。